モデル3とモデル Y のパフォーマンスバージョン ?Let's get started! いやーちょうどね日曜日の夜の、えー、テスラロハ1周年グタグタライブを見てくれた人は本当にありがとうございます。でまあ だいたいね1時間ぐらいだけにしようと思ったんですけどほぼ2時間ぐらいでしたよね本当にすみませんみたいなずっとねいろんなね人がいっぱいコメントとか、えー、入れてくれてそれをねいろいろ答えたりとかねそうしてたらちょっとね、えー、2時間ぐらいになっちゃったんですけど皆さん本当に見てくれてありがとうございますでこれが、えー、テスラロハの 2年目2 2年年目目ですよね2年目に入りますけど何が変わったかというと何も変わってないみたいなぐたぐたがちょっと変わってるはいでまああのー、そのねライブ中めったにねライブをしないんですけどまあこの時差とかがあって ちょうどハワイの夜中の1時からスタートしたんですけどね。なので、それ見た通りに、まああのーこ、ここだけの話だけど、コッシーもまあほぼすっぴんで出てたんですけど <laughs>、はいであのー、正直、レスちゃんもすっぴんでした。はい。えっと、その、ね、ライブ中に新しいメンバーシップに入ってくれた、えー、メンバーが。 いますので、まあ、その時にもありがとうって言いたか、言いましたよね。でも、あの、正式に発表したいと思いますけど、高政和田、えー、まあ、和田高政さん、本当にありがとうございます。しかも、えー、ライブ中にね、えー、メンバーシップにジョインしてもらって、本当にありがとうございます。はい、それではですね。 このテスラロハチャンネルはほとんどもちろんまあもう90%は日本の方が見てもらってるんですけどまあ世界中にもテスラロハのこのグタグタを見てくれてる人もいるんですよでオーストラリアでまあ何人か、えー、見てくれてる人もいるんですけどこれは オーストラリアの人たちのグッドニュースなんですけどねやっとオーストラリアが発売の道が開いた、まあ、オーストラリアの発売の道が開いたっていうとあのモデル Y の発売の道が開いたっていうことなんですねえちょうど 9月15日にオーストリアリーオーストラリアなんでオーストラリアってオーストラリ,リアって英語でいい発音で言うんですけど <laughs> この行動使用が9月15日にの許可が下りたんですねはいでもちろんオーストラリアは右側運転なので はいこの香港から続いてやっぱりみんなも予想してた次の大きい右側運転のマーケットはオーストラリアかなって言ってた人は大当たりでしたね。はいなので9月15日に許可が下りたのでまあもう間もなくテスラのオーストラリアホームページでオーダー注文を入れられると思います。 はいで今のところはえっ、ー、とね5シーターだけなんですけど、えー、スタンダードレンジ、ロングレンジとパフォーマンス3つ選べられるようになりますただね、ねえっ、ー、と7シーターがね今のところはないんですけどまあこのオーストラリアのニュースだけどオーストラリアのオーストラリア。 オーストラリアの次は日本かな <music>、まあ、ずっと先週からずっと話題になってたこの FSD の、まあ、FSD バージョン10ですけど、えー、ちょうどね昨うべ日曜日の夜にイーロンがいろんな人とやり取りしててこの FSD ボタンに関してですねまああのイーロンは 寝られなかかったのか、まあ、イーロンみたいな人はねそんなに寝ない人ですよね、えー、なのでまあその夜にいろんな人とツイートのやり取りをしてたんですけどこの FSD ボタンに関しての、えー、ものもうちょっとね明らかになったんですけど。 まあこの FSD ボタンは今あの FSD ベータのベータテスターだけがえ使ってる感じでまあベータテストをしてるっていう感じなんですけどえ今週の金曜日9月24にこの FSD ボタンまあこの FSD ボタンは何というとこのメインスクリーンのアップデートの後にメインスクリーンの中で FSD ベータを使いたい人はこのボタンを選択できるっていうもっとこの FSD ベータを一般の人にワイドリリースにされるってやっとワイドリリースにされるっていうボタンなんですねでこのボタンをオンにしてどうなるかというと1週間このテスラのインシューランスキャルケレーターって、まあ、テスラ保険計算機っていうものがあって、まあ、この あの保険計算機って何かっていうとえ今ねえっとね週どれぐらい2週ぐらいなのかなまあアメリカは50週がありますよねそのえ2つだけこのテスラ車保険っていうサービスがスタートしててこれがあの徐々にねえいろんな週に広まっていくんですけどこの保険計算機は実際に運転してる えー、そういうデータを拾ってまあ保険の料金の計算をするっていう感じでまあグッドドライバーかバッドドライバーかっていうそういうふうな、あのー、判断をする計算機なんですけどその同じ計算機を使って FSD ボ,、えー、ボタンをオンした1週間の間にずっとグッドっていう えー、欄に入ってたらその1週間後に本当に実際に使えるっていうことなんですね。でまあいろんな人はイーロンにこの本当にこの計算機はどうやって判断するのって、えー、言ってたんですけどまあ、えー、前のニュースにもいろんなものを見ててまあ運転の仕方とか、えー、ABS えとかね前の車にねピピピってあまり近づくときとかピピピとかそういうえとねアラームが鳴るとかいろんなあの見てるんですよ、まあ、実際にテスラがでこれがリアルタイムでこの計算機が見てくれてるんですよね。なのででリアルタイムでまあこれが ちょっと良くないからここ気をつけてててねっっちゃんと言ってくれるんですよなので、えー、まあ自分の運転し方を直せられるっていう感じでリアルタイムでねまあそれはまあね、まあ、こまあ怖くはないんだけどいちいちねこの AI があなたはいい運転士とかバッドドライバーとかねまあ他の車のね他の運転他の車が何をするかとかにもね えそれはちゃんと見てるかどうかは分からないんですけど、まあ、自分がねちゃんと運転してても他の人が突っ込んでくるケースがすごい多いじゃないですか。なのでそこがね、まあ、多分テスラだったらちょっと考えてるんですけどでもちろんカメラも全部ねずっとドライブレコーダーがついてるからそれも判断してると思うんですけど、まあ、すごいところが、まあ、リアルタイムでこの計算機がえ動いてて。 えもっとグッドドライバー欄に入るのにこれもうちょっとしてくださいとかまあちゃんと言ってくれるっていうことで,でもう一つはねイーロンに質問が入ったのがこのオートパイロットを使ってた時にはまああのいっぱい使う人はこの計算機はどうやって見てるのってえ聞いたところイーロンが言ったのはそれはもうグッドにもえ自動的にオートパイロットを使ってたらグッドの方に入る。 なのでまあもしかして、まあ、できるだけオートパイロットで、えー、乗ってた方が、えー、グッドの確率が確率が高いですねって思うんですけどはいまああのー、このね FSD ベータボタンああそれで FSD はサブスクの人でも OK なのって言ったらはいサブスクでも OK っていうこと。 なんですねはいでこの FSD ベーターボタンはちょうど金曜日に出て1週間に、えー、見てくれてそれで本当にオンタイムで FSD ベータ使えるようになったらレスちゃんは日本に行く1週間前に FSD ベーターボタンを、えー、使えるようになるからそれだったらいろんな動画を作れる、えー、タイミングいいタイミングになるから理論 えー、この2ウィークスを、えー、守ってくださいね <laughs> はいで今日のメイントピックなんですけどこのモデル3とモデル Y のパフォーマンスモデルのバージョン2のニュースなんですけどこのバージョン2は何っていうまあ僕もバージョン2は何 聞きたいところなんですけどなんとこれはまたあのハッキングコミュニティからの情報でまああのこのテスラオーナーズオンラインからの情報なんですけど見た通りにここにバージョン2っていうマーキングがありますよね。はいで もう少し詳しく、このテスラハッカーのグリーンも、えー、ツイートを出したんですけど、そのツイートを見てみると、はいまあ、グリーンが言ってるのは、このアップデート、このバージョン2のアップデートは確実に、えー、来るっていうこと、ただ、何が分かんないのがいつっていう感じですね。で、まああの、例えばっていうことに書いてあるんですけど、例えば、 このプラットがこういうコードの中に出てきて、まあ、あの実際にプラットが発売になったのが2年かかったっていうことなんですねはいなのでこのバージョン2は、まあ、いつ来るか分かんないけど、まあ、テスラのねまあいいところは えー、ずっとずっとねいろんな、ね、ものもソフトもそうだしハードもそうだしずっと進化しててずっともっとよくよくしてるじゃないですかなのでまあこういうバージョン2が来るっていうのも、まあ、全然おかしくないですねはいただ まあ何が違うかってまあみんないろんな予想してるまあコミュニティ,ニティの中で予想してるのはもしかして新しいモーターとかまあもしかしてパフォーマンスがあのトライモーターになるとかねまあそういうふうなみんな予想してるけどまあもちろんこれはハッキングされた明らかになった情報なのでテスラからの正式なアナウンスはないです。 ねであのーまあ、このプラットもまあ2年ハッキングしてコードの中に見つかって2年、えー、かかったんだけど確か、えー、こういう、まあ、そこまですごい大げさな、えー、発表発表っていうかそういう、えーとね、見つかった情報じゃないんですけどこのモデル3のサスペンションが変わった時行動から えーまあ、2週間ぐらいで明らかになったので、まあ、本当にわかんないですよねでもこのバージョン2はどう,どう何が違うんだろうってすごい楽しみですよね。 いやーみんな本当にこの1年間このぐたぐたニュース、まあ、ぐたぐたニュースだけじゃなくて全部本全体的にぐたぐたな、えー、動画を見てくれて本当にありがとうございますっ、えー、ね毎日、まあ、毎週、まあ、毎月、えー、登録者もね増えてきてもう本当に何て言うのかな、まあ、びっくりしてるっていうか、まああのーねまあ、これは全部ねライブの時に言ったんですけど 何回も何回も言う、まあ、しつこい、ね、レスちゃんはただ本当に何回も何回も言うけど言い足りないと思って皆さんに本当にありがとうございます。 見ててくれてありがとうございますって言いたいだけなんですね。はい、しつこいので、はい、<laughs> まあでも何回もありがとうって、えー、言うのも悪くないから、ありがとうっては言い続けます。ありがとうございます <laughs> っていうことで、これからもね、本当によろしくお願いしますって、こういう、まあいろんなね、まあハッキングコミュニティとかツイッターからとかもね、で、正式になったニュースとかもね、いろんなところのニュースを、えー、みんなに、まあちょっとタイムリーな時間で、えー、 みんなに、えー、お伝えしたいと思いますので、はい、そこも頑張りますので、よろしくお願いします。はい。で、今日のニュースもね、面白かったら、ぜひ、Thumbs Up を押してください。And、もしかして、登録してない人がいたら、登録ボタンを押してくれたら、このチャンネルのすごいサポートになりますので、よろしくお願いします。はい。 ということで、皆さん、またいますよ。ありがとうございます。はい、<laughs> 次の動画で、see you later.